目が終わって初走行は45秒1でした。朝岡さんが44秒769でちょっとベスト更新したみたいです。ちょっともうちょっとね2本目慣れてタイム追いつけたらいいなって感じなんですけど、この GR ヤリスの43秒7めちゃくちゃ速い。結構そんなにやってるようには見えないんだけどすごい速いです。でこんな感じですね、タイムが。アタックが1,2,3,4 4回ぐらいしかできてないのかという感じです。2本目44秒3ちょっと減衰も変えたんですけど、ちょっとね最後の方多分タイヤが垂れちゃってんのかな、リアがズルズルですごいオーバーで、ちょっとなんで柔らかくしました、沈むように。んで、まあ、フロント1コーナーがすごいロックしちゃってるんでそれを改善したいのと、フェニックスコーナーっていうのかな、あの立ち上がりがちょっと我慢が足りないんですごいオーバーで出ちゃってるんで、そこを改善すればもうちょっといけんじゃないかなっていう感じはするんですけど、まあちょっともうちょっと走ってみます。で44秒3で、ヤリスがやっぱ速いで、朝岡さん44秒7でなんとか抜かせましたね。あ、このまま抜かれなければちょっとレコードを塗り替えて帰れるかもしれません。はい、thank you.
44秒366とわずかですけどベスト更新。ちょっとね慣れてきて突っ込みすぎだったりとか、あとは区間区間でいい走りができるんですけど、前あの最初のセクションが良くて後半がダメでとかってなるとちょっとタイムが伸びなくて、最初から最後までセクションが全てうまくいけば43秒台見えるはずなんですけど、あのデジスパイスのあのタイムのやつ真ん中ナビのところで見えると思うんですけど、マイナスコマ6秒って出てる瞬間があるんで、それを維持できれば43秒は必ず入るんですけど、ちょっとねずっといい走りができるかって言われるとやっぱそこがやっぱりアマチュアのプロとの違いだと思うんで、ちょっとまあ一応車種別コースレコードこう僕が奪ってきたんで、ちょっとまた奪われたらあのここに奪還しにまた来ようと思いますんで、誰か奪いに来てください。はい。でタイヤも 1.9 ぐらいで音感合わせてるんですけど、キャンバーも4度半で潰しすぎてもうここまで使ってるんですよね、潰しすぎてタイヤを。もうちょっとでリムいっちゃうんで、まあ、もうちょっと音感で2キロとかぐらいまで行ってもいいのかな、それとはもうちょっと縦を意識して使って横をもうちょっとね少なく使うか、ちょっとこのタイヤの使い方がでも少しだけ理解できてきたような気はします。という感じで東海遠征2日目は以上です。次は TC2000 になります。1秒台入れます。はい、以上です。ベストだったんで、あ、本当ですか。で、あとそこは抜けた後もう3入れずに2のままの方が早かったんで、今度そうしようかなと思って。そうっすね、ちょっとそのうち抜かされると思うんで多分今シーズンは大丈夫ですまたリベンジしに行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーすげーわ。だいぶ後ろちょっと突っ込んじゃったんだけどさ、うん、ぶつかってないでしょ。あの土で止まったと思うんだけど、ぶつかってはないですね。止めるよ。うん。